研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインについて研究者向け令和4年3月文部科学省はじめに研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン実施基準は平成19年2月に文部科学省 または、文部科学省が所管する独立行政法人から配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金について、配分先の機関がそれらを適正に管理するために、必要な事項を示すことを目的として、策定されたものです。不正事案が社会問題として大きく取り上げられる事態になったことを受け、 平成26年2月にガイドラインを改正し、各機関においてガイドラインに基づく管理、監査体制の整備が進んだことにより、取引業者等を介した不正事案は顕著に減少しましたが、借金、給与や旅費等に係る不正事案は増加傾向にあるなど、研究費不正は依然としてさまざまな形で発生しています。 依然として研究費不正が発生している要因を踏まえ、1、ガバナンスの強化、2、意識改革、3、不正防止システムの強化の3項目を柱として、不正防止対策を強化するとともに、これまでの各機関の取り組み状況も考慮しつつ、より実効的な取り組みを施すために、 従前のガイドラインの記述のさらなる具体化、明確化を図り、令和3年2月にガイドラインを改正しました。本コンテンツは、改正したガイドラインに定められている事項のうち、国として公的研究費の管理・監査の観点から、研究機関に共通する内容を取りまとめたものであり、具体的な手続き等については、 所属する研究機関において、定められているルールを理解していただく必要があります。本コンテンツの内容及び各機関のルールを正しく理解いただき、適正な公的研究費の運営管理に努めてください。なお、本コンテンツの内容は改正されることがあります。本コンテンツの目次、セクション1では、 研究費制度の概要として、研究費制度の全体像とガイドラインが対象とする研究費制度について説明します。セクション2では、ガイドラインの要請事項1、不正防止の取り組みとして、ガイドラインの要請事項のうち、第1節から第6節までの主に不正防止の取り組み事項について説明します。 セクション3では、不正の基礎知識と事例紹介等として、不正発生のメカニズム及び研究費不正使用の事例における要因と措置等について説明します。セクション4では、ガイドラインの要請事項、丸2、不正発覚後の対応として、ガイドラインの要請事項のうち、第7節から、 第8節までの主に不正発覚後の対応事項について説明します。セクション1研究費制度の概要1-1研究費制度の概要研究費には大別して自己資金と外部資金があります外部資金には国および 独立行政法人等から配分される研究資金と、民間企業等からの研究資金があり、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインが対象とする研究費は、国及び独立行政法人等から配分される研究資金のうち、文部科学省及び文部科学省の所管する 独立行政法人から配分される補助金及び委託費等になります。ガイドラインの対象となる研究費制度には、競争的研究費制度の科学研究費助成事業や戦略的創造研究推進事業と、公募型資金制度の先端研究基盤共用促進事業や、 世界トップレベル研究拠点プログラムなど多種多様な制度があります。詳細につきましては文部科学省のホームページをご確認ください。インターネットの検索エンジンで文部科学省ガイドライン対象制度と検索していただければ対象制度を確認することができます。また、 本ガイドライン対象外の研究費についても各制度の規定各配分期間及び研究機関の個別ルール等に従って適切に使用する必要があることに留意してくださいセクション2ガイドラインの要請事項 -1 不正防止の取り組み2-1期間内の 責任体系の明確化ガイドラインは機関に対して競争的研究費等の運営管理を適正に行うために権限責任の体系を明確化することを求めています権限と責任を明確化することは意思決定プロセスの透明性を向上させるとともに 組織のガバナンス体制をを強化すすす。るるため、不正を抑止することができます最高管理責任者について、最高管理責任者は、機関全体を統括し、競争的研究費等の運営、管理について、最終責任を負うものです。不正防止対策の基本方針や行動規範の策定。 周知を行います理事会や役員会等において不正防止対策に関する議案の審議を主導します統括管理責任者について統括管理責任者は最高管理責任者を補佐し競争的研究費等の運営・管理について機関全体を統括する 実質的な責任と権限を持つもので不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者です不正防止計画コンプライアンス教育の実施計画啓発活動の実施計画を策定しますまた、実施状況を確認します コンプライアンス推進責任者について、コンプライアンス推進責任者は、期間内の各部局等における、競争的研究費等の運営、管理について、実質的な責任と権限を持つもので、統括管理責任者の指示のもと、事故の管理監督、または指導する部局等における、 対策を実施し実施状況を確認するとともに実施状況を統括管理責任者に報告しますコンプライアンス教育啓発活動モニタリングを実施します期間の規模に応じてコンプライアンス推進副責任者を任命します防止計画推進部署について 防止計画推進部署は、統括管理責任者とともに、機関全体の具体的な対策、不正防止計画、コンプライアンス教育、啓発活動等の計画を含む、を策定、実施し、実施状況を確認します。内部監査部門と連携して、不正を発生させる要因が、どこに、 どのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し、評価します。内部監査部門について、内部監査部門は、最高管理責任者の直轄的な組織としての位置づけに設置され、競争的研究費等の適正な管理のため、機関全体の観点から、モニタリング及び 監査制度を整備し、実施します。会計書類のチェックにとどまらず、競争的研究費等の管理体制の検証も行います。事務担当部署について、事務担当部署は、事務処理手続きのルールについて、わかりやすく記載したハンドブックやマニュアル等を作成、周知します。 防止計画推進部署や内部監査部門と連携し、不正防止対策を実施します。幹事・監査役について幹事・監査役は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について、機関全体の観点から確認し、役員会や理事会等で意見を述べます。 研究費不正の防止対策は、組織と研究者を守るための取り組みとなります。こちらは、ガイドラインの求める複数部局を有する大学の責任体系図の一例です。最初に、機関は、競争的研究費等の運営、管理にかかる最終責任を負うものとして、最高管理責任者を設置します。 これは原則として、学長長等のの機関の長が当たります最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定、周知し、対策の実施に必要な措置を講じます。次に、機関は全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、統括管理責任者を設置します。 一般的に副学長等が当たります統括管理責任者は具体的な対策を策定・実施し実施状況の確認と最高管理責任者への報告を行います続いて機関は各部局における実質的な責任と権限を持つものとしてコンプライアンス推進責任者を設置します 一般的には部局長等が当たりますコンプライアンス推進責任者は具体策の実施コンプライアンス教育の実施受講管理モニタリング状況の改善指導と統括管理責任者への報告を行いますまた複数の部局を有する組織においては学科または 選考レベルなどの一定規模で複数の副責任者を必要に応じて配置することも考えられますこのほか不正防止計画推進部の設置や内部監査部門による内部監査幹事による幹事監査を実施するとともに連携を図る必要があります一般企業や単一部局の大学など その他の機関におきましては、ガイドラインの求める責任体系を参考に、機関の性格や規模及びコストやリソース等を考慮して、実効性のある管理体制を構築することが求められます。2-2、ルールの明確化、統一化。ガイドラインは、機関に対して、 競争的研究費等の運営、管理に関わるすべての構成員にとって分かりやすいようにルールを明確に定め、ルールの統一を図り、競争的研究費等の運営、管理に関わるすべての構成員に分かりやすい形で周知することを求めています。ここで特に大切なのは、すべての構成員にとっての 分かりやすさでありその一例として研究者、事務職員などそれぞれの職務に応じたハンドブックやマニュアル等を作成することが考えられますまた競争的研究費等の運営、管理に関わるリサーチアシスタント等への周知はもとより競争的研究費等の運営、管理に関わる その他の他学生などにも広く周知すすることが望まれまれ研究者には、機関が作成したハンドブックやマニュアル等の内容を理解し、遵守するとともに、機関の作成したハンドブックやマニュアルに不明な点があれば、機関の相談窓口等に確認することや、当該ルールが研究現場の実態や制度上の、 規定にそぐわなければコンプライアンス推進責任者に問題提起するなどルールの明確化、統一化のための協力とフィードバックを行うことが求められます二の三、職務権限の明確化ガイドラインは機関に対して競争的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任について 機関内で合意ををを形成し、明確に定めめてて理解を共有すす。ることを求めていますまた、組織が不正を抑止するためには、期間内でのチェックが適切に行われる体制を構築することが重要であると述べています。不正を抑止するためには、第三者によるチェックといった、検ん制機能が有効に機能する必要があります。 そこでガイドラインは、機関に対して適切なチェック体制を構築するため、業務分担の実態と職務文書規定の間に乖離が生じないよう、適切な職務文書を定め、各職務階層の職務権限を明確化し、その職務権限に応じた明確な決済手続きを定めるよう求めています。これを踏まえ、 研究者は研究費の使用に際して機関が定めた手続きを遵守する必要があります研究の円滑かつ効率的な遂行のために一定金額の範囲内で研究者による発注を機関が認めている場合ガイドラインは研究者自身が発注先選択の公平性と発注金額の適正性の 説明責任および不正使用があった場合の弁償責任等を負うことを規定上明確化するとともに研究者自身にもその意味をあらかじめ理解させることを求めています 2> 2関係者の意識向上ガイドラインは不正を抑止するための取り組みとして行動規範の策定 コンプライアンス教育の実施、啓発活動の実施、制約書等の聴取を求めています。第一に、行動規範について。ガイドラインは、機関に対して競争的研究費等の運営・管理に関わる研究者、技術者、事務職員、学生など、 すすすすべてての構成員に対るる行動規範をを策定することを求めています行動規範とは組織理念を具体化したもので倫理的な意思決定フローであり不正リスク管理の基盤となります行動規範の内容は研究者や事務職員などそれぞれの問題意識を反映させたものとされ 構成員の意識向上のため個々の事象への対応ではなく機関の構成員としての取り組みの指針が明記されます行動規範はコンプライアンス教育の中で周知徹底されますこの機会に皆様の所属される機関の行動規範について今一度見返し行動規範を常に意識 確認して行動するようお願いします。第2に、コンプライアンス教育、啓発活動について、ガイドラインは、機関に対して、競争的研究費等の運営、管理に関わるすべての構成員に、どのような行為が不正に当たるのかをしっかりと理解させるためのコンプライアンス教育の実施を求めています。 ガイドラインでは、コンプライアンス教育にて取り上げる内容として、具体的な事例を用いながら、不正が機関に与える影響、運用ルール、手続き、告発等の制度などの準すべき事項、不正が発覚した場合の機関の懲戒処分、自らの弁償責任、配分機関における申請等、 資格の制限、研究費の返還等の措置、機関における不正対策等を挙げています。また、ガイドラインは、競争的研究費等の運営、管理に関わるすべての構成員に対して、啓発活動の実施を求めています。ガイイドラインではは啓発活動は構成員の 意識の向上と浸透を図り、不正を起こさせない組織風土を形成することを目的として、定期的に実施することを求められています。第3に、制約書等の聴取について。ガイドラインは、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員から、制約書等の聴取を求めています。 誓約書等の聴取は、重視事項等への意識づけを図ることを目的としており、誓約書には最低でも、機関の規則等を重視すること、不正を行わないこと、不正を行った場合は、機関や配分機関の処分、及び法的な責任を負担することを盛り込むことが求められています。2の5。 告発等の取り扱いに関する規定の整備運用の透明化ガイドラインは機関に対して内外からの不正の疑いの指摘や本人からの申し出などの告発等を受け付ける窓口を設置するよう求めています告発等の取り扱いに関しては報復人事などからの告発者保護を徹底するとともに 保護の内容を告発者に周知することや、非告発者を誹謗中傷等から保護する方策を講じることを求めています。また、調査対象とされるべき告発の要件として、原則として、懸命による告発であること、不正に関与したもの、不正が行われた時期、不正が行われた 研究資金名など、調査対象が特定できること、不正とする合理的な根拠が示されていることなどが考えられます。一方で、匿名による告発など、これらの要件をすべて満たさない告発であっても、可能な限り調査対象とするなど、国民の貴重な税金を原資とする研究費を管理する機関として、 誠実に対応することが求められます。不正使用の疑いや、コンプライアンス的に疑問に思うような行為を発見、もしくは耳にしたような場合には、所属機関に設置された告発窓口にご連絡ください。2-6、研究費の適正な運営・管理活動。ガイドラインは、 業者との癒着の発生を防止するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、第三者による実効性のあるチェックが効くシステムを構築して管理することを求めており、発注、研修業務については原則として事務部門が実施することとしています。ここで一般的な物品の発注研修体制を例に、 ご説明します研究者が単独で業者との取引を執り行う権限を持っている場合、研究者と業者とが共謀して、研究者の親族が経営する業者を発注先に選定する、不合理に高い価格で発注して、キックバックを得るなどの不正が実行されるリスクが高まります。そこで一般的には 発注機能と研修機能をそれぞれ別の部署に担当させることで相互に牽制し不正を抑止することができますただしガイドライン上研究の円滑かつ効率的な遂行等の観点から研究者による発注を認める場合は一定金額以下のものとするなど明確なルールを定めた上で運用することを求めています また、物品等の発注で、当事者以外の研修が困難な場合や、一部の物品等について、研修業務を省略する例外的な取扱いとする場合は、件数、リスク等を考慮し、抽出方法、割合等を適当に定め、定期的抽出による事後確認を実施することも求めています。 このような発注研修業務を含む物品調達に係る管理体制はガイドラインの趣旨を踏まえ機関が整備運用しているものです。よって研究者は当該趣旨を踏まえ機関が定めた手続きに従って適切に研究費を使用することが求められます。またガイドラインは機関に対して 物品発注以外に、非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理や、研究者の出張の事実確認等についても、事務部門が管理を行うことを求めています。2-7、情報発信、共有化。ガイドラインは、機関に対して、研究者が日常的な研究活動において、 自らの行為がルール等に抵触するか否かを事前に相談するための相談窓口を設置することを求めています。研究者にあらかじめ設置された相談窓口に事前に相談させることによって、研究者が意図せずに不正使用を行うことを未然に防ぐことができます。また、研究者が相談窓口を 積極的に利用することで相談窓口担当部署に事例が蓄積されますこの蓄積された事例は所属機関の基本方針や内部規定コンプライアンス教育の内容にもフィードバックされます相談窓口は自らの行為がルール等に抵触するか否かを研究者が事前に相談するためにあります ルールに関する疑問等がある場合は、ぜひ、所属機関に設置された相談窓口をご活用ください。2 8不正防止計画の策定ガイドラインは、機関に対し、不正を発生させる要因を体系的に整理、評価し、不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を、 策定することを求めています不正防止計画は単に漠然と策定するだけでは有効な不正防止計画とはなり得ませんそこでガイドラインはまず不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか機関全体の状況を体系的に整理評価し不正を発生させる要因に対応する 具体的な不正防止計画を策定すす。ることをを求めています不正を発生させる要因とは、どのようなものがあるのでしょうか。ガイドラインは、一般的に不正を発生させる要因として、発注権限のない研究者が発注している、例外処理が常態化しているなどのルールと実態の乖離の状態。 決済手続きが複雑で、責任の所在が不明確な状態、予算執行が特定の時期に偏っている状態、業者に対する未払い問題が発生している状態などを挙げています。これらの具体的な不正を発生させる要因を把握するにあたっては、組織全体の幅広い関係者の協力が必要となります。 そのため、研究者には、管理者に協力し、現場でのルールの運用状況や、発生している要因に対する理由説明等の情報提供を行うとともに、実際に不正が発生する危険性がどこにでもあることを常に認識し、自発的な改善に努めることが求められています。2-9、9モニタリングの在り方。 ガイドラインは不正の発生の可能性を最小にするために、機関全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備、実施することを求めるとともに、機関の実態に即して不正が発生する要因を分析し、不正が発生するリスクに対して、重点的かつ機動的なリスクアプローチ監査の実施を通じて、 向上的に組織的牽制機能の充実、強化を図ることを求めています。ガイドラインは、リスクアプローチ監査の具体的な方法として、研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を一定期間分抽出して先方に確認、出勤簿に照らし合わせるほか、出張の目的や概要について、 抜き打ちでヒアリングを行う、非常勤雇用者の一部を対象に、勤務実態についてヒアリングを行うなどの方法を記載しています。機関が実効性のあるモニタリングを実施するためには、研究者の協力が不可欠です。研究者は監査に際しては、管理者に積極的に協力し、 情報提供すす。る必要があります2の10、不正防止対策における PDCA サイクルの徹底ガイドラインは PDCA サイクルを徹底することで実効性ある取り組みが推進されることを求めています。このの PDCA サイクルとは、計画、実行、評価、改善の 4つのステップを繰り返すことによって、業務を継続的に改善するという考え方です。例えば、ガイドラインにおいて求められる不正防止計画の策定などは、PDCA サイクル上の計画のステップに該当します。PDCA サイクルにのっとった不正防止対策が有効に機能することで、不正を抑止し、 ひいては、不正の発覚を受けて、研究の継続が困難になるリスクを低減することができます。各ステップを有効に機能させるためには、研究者自身の協力が不可欠です。例えば、リスク、課題の把握、および関係規定、体制等の改善のためには、研究者からのフィードバックが不可欠ですし、 不正防止のための新たな関係規定、体制等の運用には、研究者の理解と協力が必要です。セクション3、不正の基礎知識と事例紹介等、3の1、不正発生のメカニズム。不正事例を紹介する前に、不正発生のメカニズムについて、簡単にご説明したいと思います。 米国の犯罪学者であるクレッシー教授は、実際の犯罪者を調査してきて、導き出した不正のトライアングル理論を提唱しています。これは、不正は、動機、機械、正当化の3要素がすべて揃ったときに起きるという考え方です。ここで、動機とは、 不正を実際に行う際の心理的なきっかけを指します。例えば、他人と共有できない金銭的な問題や業績ノルマ達成に対するプレッシャーなどが挙げられます。次に、機械とは、不正を行おうとすれば可能な環境が存在する状態を指します。例えば、担当者が 本来文章して行うべき複数の重要な業務を長期間にわたって一人で行っていたり、権限や業務文書を逸脱できる状態。また、それらに対して必要な牽制、チェック機能が有効に機能しない状況などです。最後に、正当化は、不正を正当化してしまうような、 倫理観等の欠如を指します例えば、盗んだのではなく、一時的に借りただけであり、いずれ返すつもりだった、等の身勝手な言い訳がこれに当たります。不正事例の紹介では、この3要素に沿って要因分析を行うことにより、不正防止対策の重要性について説明します。 三の二、不正使用の種別。不正使用には、いくつか種別があります。主な例として、預け金は、納入業者と結託し、架空の発注を行ったり、業者による納品物の持ち帰り等により、研修をすり抜けたりして、支払われた経費を業者に管理させ、 他の物品等の納品、支払いに充てる行為です。プール金は、架空の備品等の発注を行い、支払われた研究資金を納入業者から研究者に還元させたり、から出張やから借金、給与により捻出したりしたお金を、研究室、個人などで管理し、他の目的に流用する行為です。 ラ出張は、1、出張がない、出張をキャンセルしたにもかかわらず、出張申告、報告書を提出して、旅費を受領する。2、日程が短くなったが、変更手続きをせず、当初計画通りとして、報告書を提出して、旅費の差額を受領する。3、 事務手続きの窓口が異なる複数の予算で、同じ日程の出張手続きを行い、重複受給を行う。4. 正規の航空料金で購入して、その請求書で手続きを行い、一方で、航空券をキャンセルし、格安な航空券を購入して、差額を受給するなどにより、旅費を不正に受給する行為です。 から借金、給与は、1、実体として、研究補助者を雇用していないにもかかわらず、借金や給与を支出し、研究補助者から、当該借金や、給与を返還させる。2、研究補助者に、実体より多い労働時間を出勤簿に記入させ、それと、実体の差額を、 研究補助者から返還させるなどにより、借金、給与を不正に受給、返還させる行為です。私的利用は、研究目的に関係がない物品等を購入し、私的に利用する行為です。研究目的に沿っているが、研究に使用せず、私的に利用する場合や、から出張などで、 不正に受給した旅費を私的に利用することも含まれます。換金は、換金性の高い電子機器等を購入した上で、勝手に売却して現金化する行為です。なお、物品確認の際、他の物品等で代用して発覚を逃れようとすることがあります。書類の書き換え、差し替え、 品替え、品店は、業者に虚偽の請求書等を作成させることにより、所属機関から研究費を支出させ、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させる。または、虚偽の研修を行って支払いさせる行為です。研究者自らが、 正規な書類の内容を偽造する場合もあります。傷連れは、納品日を故意に偽った納品書を業者に作成させ、研究費から支払い手続きを行う。昨年度に発注、納品させていたが、今年度に手続きしたことにする。来年度に手続きをするとして、今年度に 納品だけさせる等の行為です。これらの行為は不正使用にあたります。また、これら以外にも不正につながる行為があります。3-3、事例紹介1。架空発注と預け金による不正。本事例は、研究者が 業者と共謀して請求書を捏造架空の物品発注を行い大学が架空物品に対して支払った研究費を業者が預け金として管理し翌年度以降に研究者の指示に従って研究施設費用や借金等他の用途に流用したという事例です 流用した用途が研究施設費用や借金等であり、指摘流用がありませんでしたが、一律に不正使用として取り扱われます。この事例では、使用用途、使用年度にかかわらず、研究費を自由に使用したかったことが動機として挙げられていますが、使用年度に関しては、 繰越要件に合致した場合で、制度を適切に利用していれば、不正を行わなくとも、翌年度、使用は可能であったと思われます。繰越制度は、手続きが煩雑と思われがちですが、家計費のケースであれば、A4 版の理由書1枚を作成するのみです。また、同じく、 機械としては、発注から納品までを研究者自らが行うため、チェック機能が働かなかったことが挙げられています。発注先選出や検出を、発注部署や研修センターが行う体制を採用し、各部署が相互に牽制し合うことで、容易に発見。 防止が可能と考えられますさらに内部監査による取引業者への残高確認や伝票チェックも早期発見に役立つと考えられます最後に正当化として規則に対する遵守意識や研究資金が公的資金であるという認識が希薄であったことが 挙げられており不正を抑止するためにはコンプライアンス教育で公的研究費の意義を説明することが有効であると考えられます本事例については事務部門及び研修センターなどにおいて発注・納品研修を行う納品・物品の確認・納品書と納品 物品の現物照合等を徹底する研修センターなどによる納品物品へのマーキング資産管理対象物品のシリアル番号による管理繰越制度の周知及びコンプライアンス教育の実施といった対応策により発見防止できると考えます。 事例紹介架空人件費、借金による不正。本事例は、研究者が研究協力者である学生に、虚偽の出勤簿の作成を指示し、大学側に請求、大学から研究費として支払われた借金を、研究者が回収し、当該学生の 学会参加にかかる旅費等に充てたという事例です仮に当該学生の学会への参加が研究課題の遂行に直接必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費に当たるとしても虚偽の出勤簿の作成を指示し不当に研究費を得ている以上不正使用に該当します。 また、私的流用の有無にかかわらず、一律に不正使用として取り扱われます。この事例の動機と正当化は、先ほどの事例と同じですので、説明を割愛します。機械として、勤怠管理が研究室任せで、事務部門が勤務実態を把握していないことが挙げられていることから、 不正を抑止するためには、タイムカード等の勤怠管理を事務部門が行う体制を採用し、事務部門が有効に機能することが必要であると考えられます。また、内部監査によるヒアリング調査や筆跡調査も早期発見に役立つと考えられます。本事例については、業務実施者に対する 業務内容、期間、単価等の説明及び意思確認、勤務実態の確認及び業務終了後の出勤簿または借金支給依頼書等の提出、雇用申請書等の採用時必要書類、または借金支給事前届出書等の事前提出及び コンプライアンス教育の実施といった手続きにより発見防止できると考えます。3の5、事例紹介、丸3、架空旅費、交通費による不正、本事例は、研究者が研究出張時に航空券を正規価格で見積もって旅費申請し、概算払いで 申請分の金額を受けながら、実際は格安航空券を購入し、正規価格との差額分を、遊興費や同行した配偶者の旅費の一部に当てたという事例です。本事例においては、概算払いで得た旅費を実費生産せずに不当に得ており、不正使用に該当します。また、 研究費を遊興費や同行した配偶者の旅費の一部に充てていることから指摘流用があったと認められます。本事例における動機と正当化についての説明は割愛いたしますが、機会としては出張が申請通りに行われたかどうかのチェック体制の不備が挙げられます。このことから、 不正を抑止するためには、第三者が航空券の判検や領収書を徴収し、チェックを行うなどの体制を整備し、有効に機能させることが必要です。また、内部監査によるヒアリング調査や伝票チェックが早期発見に役立つと考えられます。本事例については、事前の出張申請、 出張報告書等による旅行完了の証明、証拠書類による旅行実態の証明、及びコンプライアンス教育の実施といった手続きにより発見・防止できると考えます。3-6事例紹介04旅費・交通費の重複受給による不正本事例は研究者が 研究成果を上げることによって在籍している大学から他大学に転出したいと考えていたが研究費を年度内に執行しなければ高い評価を受けることができないとの誤った認識を持っており研究費を年度内に執行するため旅費の重複受給等を行っていた事例です本事例においては重複受給 および虚偽請求により旅費を不当に得ており、不正使用に該当します。また、指摘流用がありませんでしたが、一律に不正使用として取り扱われます。本事例における動機と正当化についての説明は割愛いたしますが、機会としては、旅費の支払いにあたり、他の機関から、 旅費が支給されているかどうかのチェック体制の不備が挙げられます。このことから不正を抑止するためには、第三者が他の機関から旅費が支給されているかチェックを行うなどの体制を整備し、有効に機能させることが必要です。また、内部監査によるヒアリング調査や伝票チェックが早期発見に 役立つと考えられます。本事例については、出張申請時に先方負担の有無を確認、年度内に研究費を執行できなくても、返還や期間の延長が可能であり、今後の採択にも影響しないことを周知、コンプライアンス教育の実施といった手続きにより、発見・防止できると考えます。 三の七、事例紹介丸五、購入した物品を換金。本事例は、研究者が株式投資、先物取引等を続け、消費者金融等に借金を繰り返した結果、次第に自転車商業に陥り、借金返済や投資資金に充てるため、 研究機材の売却を繰り返し行っていた事例です。本事例においては、借金返済や投資資金に充てるため、売却を目的として、研究機材の発注を行っており、不正使用に該当します。また、指摘流用、業務上横領があったと認められます。本事例における動機と、 正当化についての説明は割愛いたしますが、機会としては、研究者は大学における現物調査の際、外形上当該研究機材が存在するよう偽装するため、同型研究機材を自主購入またはレンタルにより大学に持ち込み、調査を欺いており、大学における 物品のの監査・管理体制の不完全さが挙げられますこのことから、不正を抑止するためには、備品、換金性の高い物品の管理体制を強化することが必要です。また、内部監査において、過去に納品された備品、換金性の高い物品についての確認も、 早期発見に役立つと考えられます。本事例については、研修時にシリアルナンバーの確認及び登録、物品に備品管理シールとは別にセキュリティシールを重複して管理を強化。毎年度、研究者は備品、換金性の高い物品を自ら現状確認の上、 事務局に対してチェックリストを提出。内部監査では、監査対象者が保有する全機関の備品、換金性の高い物品を確認といった手続きにより発見・防止できると考えます。以上、研究費不正の事例紹介として、主だった5つの類型をご紹介いたしました。 これら研究費不正の多くは、研究者自身に不正使用だという認識がなかった。または、この程度の金額ならという、些細な気持ちで行われた行為が元となっており、発覚後には、研究者が今まで積み上げてきた実績と名声をすべて失うような措置を受けています。また、不正使用の影響は、研究者のみではなく、 機関全体の信用を失墜させその他の研究者や管理者等構成員に多大な影響を及ぼしていますこのように不正は当初どんなに些細な気持ちで行ったものであっても組織全体に重大な影響を与えます不正を防止するためには配分機関と協力しながら不正を抑止する風土と ガバナンスを構築するとともに、内外への情報発信とコミュニケーションを図ることが重要となります。3-8事例紹介。紹介した不正使用の事例以外について、文部科学省関係の競争的研究費等による研究機関における不正使用事案や配分機関が講じた 申請及び参加資格制限等の措置状況については文部科学省のホームページに掲載されています研究機関における不正使用事案についてはインターネットの検索エンジンで文部科学省不正使用事案と検索していただければ不正使用事案を確認することができますまた 研究機関における参加資格制限等の措置状況については、同様に、文部科学省参加資格制限等の措置状況と検索していただければ、参加資格制限等の措置状況を確認することができます。3-9、研究費不正を起こさないために、国民の 貴重な税金を原資とする研究費は研究者が自由に使用できるものではなくルールに従って使用することが必要です研究費が適正に使用されるためのルールは競争的研究費等を配分している機関や研究機関において各々定められています 配分機関の定めるルールや、研究機関が定めるルールを理解し、それを守ることで、研究費不正を防ぐことができます。このためにも、1、配分機関や、研究機関の定めるルールを理解し、手続きを進めること、2、所属機関が開催する説明会等への参加や、 最新のマニュアル等を確認し、理解を深めること。3、少しでもルールやマニュアル等の内容が不明な場合は、所属機関のルール相談担当窓口へ連絡、相談、確認した上で、手続きを行うことが重要です。研究費不正を行っていることを見つけたときは、所属機関が定める 告発窓口に連絡します研究費不正であるか否か不明なときも、告発窓口に連絡、相談します。研究費不正を行うよう話を受けた場合、話を聞いた場合も、告発窓口に連絡します。参考、競争的資金制度の改善、不正発生の メカニズムで学んだように不正は動機、機械、正当化の3要素がすべて揃ったときに発生すると言われています文部科学省においては動機をなくすための取り組みとして競争的研究費等の使い勝手を向上させることが必要であることについて認識しており検討や改善を進めているところです その一例として、繰越制度及び競争的研究費の合算使用についてご説明いたします。繰越制度について、競争的研究費制度は基本的に単年度会計主義が取られているため、年度ごとに切り分けて研究費を使用しますが、一定要件を満たす場合には、 翌年度使用が認められています。例えば、代表的な競争的研究費である、課金費における基金分と呼ばれる、学術研究助成、基金助成金は、理由を限定せずに、翌年度使用が可能であり、基金分以外についても、一定の手続きを取ることで、翌年度に繰り越すことができます。また、 基金分以外の繰り越しに必要となる一定の手続きは煩雑だと思われがちですが研究者が作成する書類は基本的に繰り越しを必要とする理由書の A4 番1枚で書類の作成が大きな負担となることはありませんなお繰り越し自由の要件に合致せず繰り越しできない研究費の未使用額が 5万円以上あった場合、所定の申請書、理由書を提出すれば、原則、未使用額の全額を調整金として、翌年度の研究費に加えて使用することができます。調整金の詳細につきましては、日本学術振興会のホームページをご覧ください。日本学術振興会のホームページには、その他にも、 理由由書のの記入例や繰越自由一覧の掲載がございますインターネットの検索エンジンで「日本学術振興会」「繰越申請にあたっての留意事項」とご検索くださいこのように繰越制度を使用すれば研究費の翌年度以降の使用が可能ですが研究費の不正使用には 繰越制度を使用せずに、研究費の翌年度使用をすることを同期に行われているものがあります。繰越自由に合致した場合、繰越制度は実際は簡単な手続きで利用ができます。不正使用などを行うことなく、適切な手続きを経て、研究費の翌年度使用をしていただくようお願いいたします。また、 研究費を年度内に使い切らなかった場合、原則として交付元機関へ返還していただくことになりますが、そのような場合でも、翌年度以降の研究費を削減されるなどの、その後の採択等における悪影響はありません。研究費はあくまで公的資金です。研究費を使い切ろうと、 年度末に大量の物品を購入する行為は国民の貴重な税金を原資とする研究費の無駄遣いと捉えられかねないことにご留意ください。競争的研究費の合算仕様について複数の研究費を合算して研究に必要な装置や備品を購入する仕組みを実現することは研究の遂行に効果的であることから 文部科学省では、先進的に複数の研究費制度間の合算使用による共用設備の購入が可能なケースを明示することで、合算使用を促進し、研究費が効率的に使用されることを目指しています。つまり、文部科学省、独立行政法人、科学技術、振興機構及び、 独立行政法人日本学術振興会が所管する競争的研究費制度のうち文部科学省の定める一定の競争的研究費制度について原則として複数制度の研究費の合算による共用設備の購入が可能ですまた同一の研究者が複数制度の研究費を合算し 設備を購入すすることも可能です合算による共用設備の購入可能な制度の一覧合算仕様に関する詳細につきましては文部科学省のホームページに掲載がございますインターネットの検索エンジンで文部科学省研究費の合算仕様とご検索ください セクション4ガイドラインの要請事項2不正発覚後の対応4-1不正に関する告発等を受け付けた場合の対応と影響ガイドラインは機関に対して告発等を受け付けた場合には以下の対応を求めています まず告発を受け付けてから30日以内に調査の要否を判断するとともに配分期間に報告することを求めています。次に調査が必要と判断された場合には調査委員会を設置し調査を実施した上で不正の要因を分析し再発防止策を策定することを求めています。 この際に必要に応じて非告発者等の調査対象者に対して調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる必要があります。最後に調査の結果、不正の要因分析と再発防止策を含む最終報告書を告発の受付から210日以内に配分期間に 提出すすることを求めています仮にこの報告期限に合理的な理由がなく遅延した場合には、機関への当該競争的研究費にかかる間接経費措置額の削減措置が取られます。また、遅延の理由が被告発者が自らの責任を果たさないことによる場合、 当該研究者が関わる競争的研究費について、採択、または交付決定の保留、交付停止、機関に対する執行停止の指示等の措置が取られます。続いて、不正発覚時の機関への影響について、機関が被る影響には様々なものがありますが、 中でも重要視されているのが信用失墜となります。国民の貴重な税金を原資とする研究費の不正使用は国民の期待を裏切る行為であり不正が発覚すれば容赦なく社会の非難を受けることになります。インターネットの普及により不祥事に関する情報はたとえ それが公に報道されていなくとも、急速かつ詳細に拡散されます。現代では、不正がたとえ個人の些細な気持ちによるものであったとしても、驚くべき速度で組織全体の信用を大きく失墜させることにつながりますし、その回復は容易ではありません。信用失墜は、組織と 所属する個人に重大な影響を与えます不正はたとえ少額であっても決して行ってはならないのです4-2文部科学省によるモニタリング等及び不備がある機関に対する措置ガイドラインは文部科学省が各機関の管理体制について ガイドラインの実施状況を把握し、所要の改善を促す義務を負っているとしており、その一環として、機関に対して、丸1、毎年一定数を抽出する履行状況調査。丸2、緊急、臨時の案件に対応する軌道調査。丸3、改善状況を確認する。 フォローアップ調査、丸4、不正発覚後の状況把握、指導を行う特別調査の4つの調査を実施することを求めています。仮に、1、履行状況調査、または丸2、軌道調査の結果、機関の体制整備等の状況に不備があると判断された場合には、文部科学省は、 当該期間に対し、不備に関する改善事項及び一年の履行期限を示した管理条件を付することになります。ガイドラインでは、この管理条件については、ル三のフォローアップ調査で毎年度行われ、管理条件の履行が認められないと判断された場合は、当該期間に対する競争的研究費における、 翌年度以降の間接経費措置額が15%を上限として、段階的に削減されることになります。削減額が上限に達しているにもかかわらず、引き続き管理条件の履行が認められない場合には、当該機関に対する翌年度以降の競争的研究費の配分停止措置が下されることになります。 なお、これらの措置は、機関が管理条件を着実に履行、または履行に進展があると認められた場合、解除されます。4-3、機関、配分機関による、競争的資金制度における、不正に対する措置。不正を実行、または、関与したことによる研究者に対する、 制裁措置には、大きく分けて、機関内部の人事処分、法律上の措置、個人指名を含む調査結果の公表、資金配分機関からの措置があります。一つ目として、機関内の人事処分では、就業規則等に基づいて、懲戒解雇、停職、減給等の、 懲戒処分、または訓告、厳重注意等の指導監督措置を受けます。二つ目として、法律上の措置では、所属機関の初規定により、研究機関及び資金配分機関から民事、または刑事告訴を受けることがあります。三つ目として、 合理的な理由のない限り、研究者個人の使名を含んだ調査結果が公表されることになります。資金配分期間からの措置として、事案に応じて、期間、研究者に対し、交付決定の取り消し、及び、研究費の一部、または全部の返還が求められます。また、 不正を行った研究者及びそれに共謀した研究者等に対し事案に応じて競争的研究費への申請及び参加資格が制限されます。ここで申請及び参加資格の制限に関して定められている競争的研究費の適正な執行に関する指針 令和3年12月改正について説明しますまず、私的流用を行った者に対する申請及び参加資格制限は10年になります次に、私的流用以外の不正使用を行った者に対する申請及び参加資格制限ですが不正使用の行為内容に応じて 年年から5年となりますまた、自ら不正に関与していなかった場合でも、研究費の管理責任者としての責務を全うしていなかった場合には、最大2年の全館注意義務違反による申請及び参加資格制限となります。最後に、不正は隠蔽を伴って 行われたとしても納品・研修体制リスクアプローチ監査などの不正防止対策さらには国税調査告発などの様々な監視の目によりいずれは発覚するものですまた隠蔽を伴うことで発覚が遅れれば遅れるほど発覚時には機関そのものの存在を揺るがしかねない 大きなリスクとなって顕在化してしまいます。それゆえ、不正を防止、発見するための仕組みは、機関のマネジメントとして不可欠なものであり、この仕組みがあることで、皆様は不祥事発生など不足の事態から保護されています。この事実をよくご理解いただき、仕組みが有効に機能するよう、 ご協力のほどお願いいたしますまた、高度にスピード化された情報化社会において、不正は組織全体の信用の低下に容易につながります。当初は、些細な気持ちで行った不正行為が、組織そのものを潰しかねない重大な影響を与えます。自らのの行為が組織全体にどのような影響をを及ぼすかを 常に意識して、倫理的な行動を心がけるようお願いいたします。公的研究費の管理、監査体制の設備等に関する窓口、競争的研究費調節室では、各機関のガイドラインに基づく、体制設備等全般に関する相談を受け付けています。各機関において、 体制設備、関係規定の制定、見直しに関する検討等に際して、ご質問、ご相談がある場合は、こちらまでお問い合わせください。また、研究機関における公的研究費の管理、監査のガイドラインは、文部科学省のホームページに掲載されています。